君の脳に直接届く妄想のプライムです。学校でやった怖い話7話目、続きをやっていきましょう。新井さんのね、7話目になりますね。全くふざけた話だぜ。新藤さんはムッとしていた。新井さんはそのまま部屋を出て行ったっきり、戻ってくる様子もない。彼は一体なんであんなことを言ったんだろうか。僕たちのうち誰か一人が人形の生贄になるだなんて、冗談にも程がある。帰らせてもらうぜ。新藤さんはさっと荷物をまとめ、部屋を出て行ってしまった。僕にはそれを止める権利はない。見ると誰もが帰りたそうな雰囲気だった。そして死人目が来る気配もない。もっとも、もし今頃死人目が来たとしても、とても話を続ける雰囲気ではないけれど。どうする？このままもう終わりにした方がいいのだろうか。1、終わりにする。2、まだもう少し待っている。終わりにしようか。なんか残ってることで殺されそう。わかんないけど。1、やはり終わりにした方がいいだろう。もうここに残っている意味がないのだから。それでは皆さん、今日は本当にありがとうございました。僕は残っている人々に一礼し、それを締めの言葉とした。みんなが帰った後、僕は最後に戸締まりをし、鍵をかけた。一応学校は S とは違う選択肢をなるべく選んでいくようにしております。僕は大して人形の話を気に留めたわけでもなかった。怖い話にはよくあることだ。ああやって最後にその場にいる人間に不快感を与える話は聞いたことがある。本当に？例えば声を押し殺して静かに話を進めていって、一番盛り上がるところで大声を上げて驚かせる話はよくある。怖い話ですね。この話を聞いた者に不幸が訪れると言って終わる話。そういったものの類に決まっている。でもそんなことを考えるということは、逆に僕は気にしていることになるのだろうか。部室のドアに鍵がかかっていることを確認して帰ろうとした、その時。モンソル君、後ろで誰かの呼ぶ声がした。悲しそうに震える女性の声だ。僕の足は恐怖で震えた。振り向くべきなのか。これは前回振り返ったので振り返ります。振り向きたいとこですけどね。僕は肩に力を込めた。ちょっと待った。まさか、に、人形？こんなタイムリーに出てくるなんてひどい。さっきあんな話は嘘だぞって自分に言い聞かせたばっかりなのに。かわいいね、プライムじゃないや、モーソル君。ゾクゾクと背中に気配を感じる。こうなったら走って逃げるか。それしかない。ひっ。その時、そいつは僕の肩をぐっと掴んだ。そして僕を無理やり振り向かせた。助けて。なんだ、福沢さんか。手振り返っちゃうんだね。そこには困ったような顔をして佇む福沢さんがいた。あのいつもの顔ですけどね。なんだはないでしょう。せっかく一緒に帰ろうと思って待ってたのに。僕の気の抜けた声を聞いて、彼女はちょっと頬を膨らませ、口を尖らせた。ごめんごめん。そういう意味じゃなくて、ちょっと勘違いしただけさ。何と？何とって。さっきの話、気にしてるんでしょう。彼女はいたずらっ子のように笑ってみせた。そういう福沢さんは？福沢さんこそ一人で帰るのが怖くて、僕のこと待ってたんじゃないの？僕も返しに笑ってみせた。えへへ、実はそう。せっかくこうして知り合ったんだからさ、一緒に帰ろうよ。どうする？1、一緒に帰る。2、一人で帰る。一人で帰ります。いや、僕は一人で帰るよ。宿直室の用務員さんのところに鍵を返してこないといけないしね。わざわざついてきてもらうのも悪いし、あと怖い。もしかしたら人形かもしれないから。僕は福沢さんに嘘を言った。実は新聞部の部室の鍵はコピーを先輩が作ったんだ。それを今僕が借りているので、本当はこの鍵は戻さなくてもいい。福沢さんははっきり言ってうるさいタイプなので、僕はちょっと苦手だ。岩下さんよりはまだマシだけど。あらそう、せっかく待っていたのに残念。そうだ、先に通用口で待ってるよ。それでもダメ。福沢さんはなかなか諦めない。いいよ、じゃあ僕も急いで返してくるから、後で落ち合おう。僕は彼女の推しに負けた。それじゃあね。僕らは別々の方向に歩き始めた。どうしよう、めんどくさいことになった。ちょっと時間をずらしていかないと変に思われてしまう。あの時意地を張らずに彼女と一緒に行くと言っておけばよかった。仕方ない、ちょっと遠回りしていこう。夜の校舎はとんでもなく怖い。思い出したくないのにさっきのみんなの話が頭の中に浮かんでくる。目がだんだん暗闇に慣れてきたものの、非常灯しかついていない廊下は心もとない。
くと、先の曲がり角に人影のようなものが見えた。気配がする。僕は思わず足を止めた。どうしよう。そいつは僕の様子をじっと伺っているようだ。僕の手や足に油汗がじっとりと滲んでくるのがわかる。しかもそいつは僕が動かないのにしびれを切らしたのか、こちらに近づいてきた。飛び跳ねるように体をくねらせ、ギクシャクしながら、もう完全に、やばい、あれじゃん。飛び跳ねるように体をくねらせ、ギクシャクしながら、もう、人形じゃん。非常灯の緑の明かりをバックにどんどん近づいてくる。早くこの場から逃げないと。僕はそいつに背を向けて全速力で走った。とにかくあいつと離れることだけを考えた。ぐにゃぐにゃしながら飛び跳ねながら来るってめっちゃ怖いね。でも操り人形の動きですよね。でもどんなに走ろうがそいつの足音は遠ざかることはない。あそこに歩いているのは福沢さんだ。僕はもつれそうな足で一生懸命に走った。福沢さん。僕は思わず彼女の背中にしがみついた。モンソル君、どうしたの？急にしがみついちゃって。足音がまだ聞こえている。彼女には見えないのか？あいつの姿と足音が。僕は福沢さんの背中にしがみついて目をつぶったままだった。モンソル君、モンソル君。福沢さんが僕を背中から引き剥がして肩を揺すっていた。福沢さんからしてもめちゃめちゃ怖いですよね、これは。どうしたの？汗びっしょりだよ。もう鍵は返してきたの？そして心配そうに僕の顔を覗き込んだ。見るとそいつはもういなかった。僕のシャツは水に浸したようにぐっしょりと濡れていた。息がとても荒かった。ねえ、大丈夫？少し座ったら。改めて福沢さんは声をかけてくれた。もう大丈夫だから。さあ行こう。言葉ではそう言ったものの、あの得体の知れない人影が僕の脳裏に焼き付いて離れなかった。果たして福沢さんはあれを見たのだろうか？どうしよう、聞いてみようか。いや、聞かない方がいいんじゃないか。1、尋ねてみる。ディーン、黙っている。聞いてみようか。怖いけど、1、尋ねてみる。もし福沢さんもあれを見ていたら、あれは幻覚じゃない。そうだ、なんか俺が選ばれたっていうことの、で、俺が選ばれてないってことの証明にはなるね。もう一人にも見えてたら。本当に誰かがいたことになる。本当に誰かがその動きしてたとしても怖いですけどね。僕は思い切って話を切り出した。福沢さん、今さ、廊下の向こうの方に誰かいなかった？福沢さんは一瞬目を大きく開いた後、今度は目を細めて僕を疑いそうに見た。彼女は何も見ていない。僕はすぐに言い返した。あ、言い直した。いや、僕は別に何も見てないんだけどさ、あれだけ怖い話をしただろう。だからなんだか疲れちゃって。本当に大丈夫？福沢さんは僕をモルモットを見るような目で見ている。これ以上この話には触れない方が良さそうだ。帰ろうよ。こんなところ先生に見つかったらどんなに怒られるかわからないよ。そうね、早く行こう。僕たちは何かから逃げるようにして格好を後にした。やはりあれは錯覚だったんだ。僕は自分を納得させるため、何度もそう自分に言い聞かせた。あの得体の知れないものは一瞬しか見ていないのだし。本当に疲れていたから意もしないものを見てしまったんだ。しかし、それが間違いであることはすぐに思い知らされた。これが恐怖の始まりだったのである。次の日、僕は日野先輩に呼ばれた。昨日のことを報告しなければならない。放課後、部室に行くと日野先輩が待っていた。よう申する。昨日はご苦労さん。どうだった？何について話そうか。1、昨日聞かされた怖い話のこと。2、7人目が来なかったこと。3、これからの予定のことと。まあ、2にしてみようかな。前回で1選んだんですよね。なんで2にします。はい。あ、はい。とりあえず問題はなかったんですけど、実は7人目の方が来なかったんですよ。それで6話分しか話を聞けなかったんですけど、日野先輩はしまったと言わんばかりのリアクションを取り、ポンと手を叩いた。そうだった。すっかり話すのを忘れてたけど、あれは僕のミスだ。7人に声をかけたつもりだったけど、後で考えたら6人しか声をかけてなかったんだよな。後で謝ろうと思ってたんだけど忘れてたよ。ごめんごめん。なんというあっけない結末。まさか日野さんが一人呼ぶのを忘れていたとは。拍子抜けして返す言葉もない。そんな顔するなよ、もうそれ。謝ってるじゃないか。で、他はどうだった？ちょっとあえて避けてみようか。2、これからの予定のこと。はい。昨日のことというよりも、
これからの予定なんですけれど、どうやって進めていこうかと思いまして、やはり文章だけじゃなくてイラストとか写真とかをふんだんに使って見た目でも面白い記事にした方がいいと思うんですよ。うちの学校ってこんなに怖い話があるとは思わなかったですし、きっとみんなも知らないと思うんですよ。僕の提案を尿さんは嬉しそうに聞いていた。そうか、頼もしいこと言ってくれるじゃないか。じゃあ記事の方はお前に任せるよ。好きにやって傑作を作ってくれ。僕は思わぬ対策を任されちょっと得意になった。で、他はどうだったの？やっぱこれ聞かないとですね。1、昨日聞かされた怖い話のこと。はい、大体うまくいったと思います。それにしてもみんな随分と怖い話を知ってますよね。僕感心しちゃいました。でも風間さんって何なんですか？なんかとんでもなく危ないというか、不思議というか、ちょっと常識じゃ考えられない人ですよね。あっはっは、悪い悪い。あんまり怖い話ばかりだと疲れると思ってあいつに頼んだんだよ。日野さんは最初から僕の言葉を予測してたように楽しそうに笑った。そうだったんですか。日野さんも人が悪いですよ。で、他はどうだったの？他にですか？そうですね。僕が考え込んでいると、日野さんは身を乗り出した。でさ、お前はどの話が一番怖かったんだ？まさか風間のが一番怖かったんじゃないだろ？まさか、そんなことないですよ。確かに最初聞いてるうちは驚きましたけど、話がむちゃくちゃですもん。そうですね。僕が一番怖かったのは、やっぱり新井さんのですかね。人によってどの話が怖いかというと意見は分かれると思う。でも僕は新井さんのあの話し方や雰囲気、そして何よりも最後にとても嫌な気分にさせられたあの話のオチが一番印象に残ったのだ。新井の話？どんな話だ？日野さんは不思議そうな顔で首をかしげた。日野さんも新井さんがどんな話をするのか聞いていないらしい。もっともどの話をするのかも彼らにお任せだったのだろうけど、僕は新井さんの話をかいつまんで話して聞かせた。ええ、人形の話なんですけどね。この学校では毎年一人ずつ人形を生贄に差し出していくって言うんですよ。それで今年の生贄を一人差し出せば人形に生贄を差し出す儀式も終わるっていうものなんですけど、その新井ってやつは人形の生贄になったわけだな。日野さんはようやく納得したように一人でうなずいた。何を言ってるんだろう、日野さん。いえ、違いますよ。新井さんが話してくれたんであって、新井さんは生贄になんかなりませんよ。もっとも、最後に、僕たちの誰かが生贄になるって言ってましたから、もしかすると。ちょっと待てよ、新井って誰だよ。え？日野さんが不思議そうな顔で口を挟んだ。新井って誰だ？日野さんの一言は僕にはとても理解できないものだった。誰って、日野さんが呼んだんじゃ。俺は新井なんて呼んでないぜ。呼ぶも何も、そんな奴は俺の知り合いにいないしな。お前夢でも見たんじゃないか？そんな。そうだよ。お前夢と現実がごっちゃになってんのさ。俺が呼んだのは風間と進藤、それに岩下清瀬、細田、福沢の6人だ。清瀬という名前に聞き覚えはない。そんな人は間違いなくいなかった。清瀬だよ、清瀬。3年復組の清瀬直道だよ。行かなかったのか？日野さんもなんだか気味の悪そうな顔で僕に聞いてきた。ええ。僕はうなずくしかなかった。そんな人を僕は知らないのだから。本当に荒井ってやつがいたんだな。ええ。僕はきっぱりとうなずいた。あれは夢ではない。他の人に聞いてもいいくらいだ。そうだ。他の人に確かめてみればいいんだ。僕、昨日話を聞いた人たちに確かめてみます。僕はそう言うと、日野さんの言葉も聞かずに部室を飛び出した。まだみんな残っているだろうか。誰のところに行ってみようか。1、福沢玲子。2、岩下明美。進藤誠。風間望。細田智春。清瀬直道。清瀬でしょうね。6、清瀬さんを探してみよう。そうすれば日野さんの言っていたことがただの冗談だったのか、それとも本当の話だったのかがわかるはずだ。僕は日野さんの言っていた3年復組に足を運んだ。ここに清瀬さんっていらっしゃいますか？俺だけど。教室の隅から声がして、誰かが近づいてきた。彼が清瀬さん？君誰？僕、新聞部のモーソルプライムといい、ごめん。僕が自己紹介を済ます前に、突然彼は両手を合わせ、頭を深く下げた。
いやー、日野の後輩だろ。ごめんよ。昨日突然熱が出ちゃってさ、あんまり辛いから早退したんだ。悪いと思ってる。今度とっておきの怖い話をするから。どうしたんだ、ぼーっとして。あ、いや、すいません。今度は僕が清瀬さんに頭を下げた。清瀬さんはいた。そして昨日の集まりには来なかった。僕は清瀬さんにもう一度頭を下げると、3年F組を後にした。誰のところに行ってみようか。もう一回清瀬行ってみる。これ選べるのはなんでなんでしょうね。もう一回行ってみようか、6にしてみよう。彼にはさっき話を聞いた。彼は何も知らないようだ。他を当たろう。あ、なるほど。これあれかな、人によっては2回行ったらみたいなのあんのかな。まあ福沢さんでしょうね。1、僕は福沢さんを探すことにした。福沢さんの教室に行くと、福沢さんは何人かの女の子たちと楽しそうにおしゃべりをしていた。僕が手を振ると、気づいたようで手を振り返してくれた。そして小走りに近づいてきた。どうしたの、モンソル君。あ、私に会いたくなっちゃったわけ。それより大変なんだよ。昨日僕たちは確かに新井さんの話を聞いたよね。すごいスルーした。福沢さんがまた心配そうな顔をした。どうも昨日の夜の僕の行動と重ね合わせているらしい。どうしたの？頭大丈夫？いいから答えてくれよ。僕たちは確かに新井さんから人形の話を聞いたよな。福沢さんは僕の迫力に圧倒されたのか、小さくうなずいた。やはり福沢さんも見ていた。誰のところに行ってみようか。もう一回行ってみる。あ、やっぱ聞いたってなるんだね。じゃあこれ全員行く感じになるのかな。まあ順番に行きますか。これ福沢さんも一緒に連れていけばいいのにね。なんかみんなでやった方がね、ちゃんとした証明になるから。僕は岩下さんのところに行くことにした。教室を探し当て、中を覗くと岩下さんは机に手をついてぼんやりと何か考え事をしていた。岩下さん。僕が声をかけると、岩下さんはゆっくりと振り向いた。そしてゾクッとする薄気味悪い笑顔を浮かべ、僕を手招きした。僕は彼女のそばに立つと、小声でささやくように言った。新井さんのことなんですけれど。人形の話？岩下さんが人形の話を切り出すということは、やはり僕の夢ではなかった。岩下さんは新井さんの話を聞いていたのだ。いえ、それよりもさっき日野さんに聞いたんですけれど、どうも新井さんって呼ばれてないらしいんですよ。それ以前にそんな人は知らないって言うんです。僕は岩下さんの反応に期待したが、至って平静で驚きもしなかった。あら、そう。それでもいいじゃない。私はずっと人形を見ているから。え？この世は人形だらけ。私以外は全部人形よ。あなただって人形だわ。ほら、あなたの後ろにも人形がいる。僕はぎょっとして振り向いた。昨日の帰りの記憶がまざまざと蘇ったのだ。僕の後ろには誰もいなかった。ほっとして再び岩下さんに目を向けると、彼女は小悪魔のように笑っていた。彼女の話はどこまで本気なのかわからない。誰のところに行ってみようか。まあ、順番に行こう。進藤。僕は進藤さんに会ってみることにした。進藤さんの教室に行くと誰もいなかった。みんな帰ってしまったらしい。仕方ない。進藤さんは諦めるか。誰のところに行ってみようかと。まあ、風間さん。探したけれどいない。確かここだと思ったけれど。わっ、突然後ろから両手で目隠しされた。私は悪魔の使いだ。そんな言葉が耳元でささやかれた。風間さん、ふざけないでください。僕はその手を振りほどき振り返った。わっ、そこには巨大ゴキブリが。ってそんなものいるわけない。僕は巨大なゴキブリの形をした趣味の悪いマスクを取った。マスクなんだ。ゴキブリの中から風間さんのにやけた顔が現れた。あはは、相変わらずつまらないやつだな、君は。そんなことじゃ僕みたいに女の子にモテないよ。せっかく女の子にモテる方法を教えてあげようと思ったのに。この人と話していると調子が狂ってしまう。そうだ、君に特別に女の子にモテるギャグを教えてあげよう。今なら特別大サービスの5000円でいいや。一つどう？もういいです。僕は風間さんの話は聞かずに教室を飛び出した。誰のところに行ってみようか。これで進路を選んだらどうなんだろうね。さっきはクラスに誰もいなかったんだっけ。みんなが帰った後みたいだし、
ここは渡ろうか。あ、じゃあやっぱ行けないんですね。で、最後、ホスタさん。僕はホスタさんを探すことにした。ホスタさんの教室に行くと、まだ数人の生徒が残っていた。ホスタさんはいらっしゃいますか？僕が誰と話しに尋ねると、みんな大きな声で笑い始めた。ギャー、ホスタ？ホスタならトイレじゃねえのか？あいついつもトイレに行くからよ。トイレを探してみな。ギャー。すごい、北斗の拳に出てきそうな。なんだ、細田さんってそんなにトイレが好きなのか。仕方ない、トイレを探してみるか。おっと、教室から出ようとした振り向きざま、僕は細田さんの機体にぶつかった。細田さんはハンカチで手を拭きながらニコニコ笑っていた。どうやらトイレで用を済ませてきたらしい。いや、モンストロくんじゃないか。嬉しいな、僕を訪ねてきてくれたの。僕たちは親友だね。そう言い、僕の肩を抱きしめた。ホスタさん、それよりも大事な話があるんです。新井さんの人形の話覚えてますか？そう言うと、ホスタさんは顔を僕を話し、途端に気味悪そうな顔をした。あの話はやめてくれよ。僕だって忘れようと努力してるんだから。それにしても新井くんも立ちが悪いよな。あんな話をしてみんなを怖がらせるんだから。やっぱり新井さんの話を聞いているんですね。僕が突っ込むと、ホスタさんは驚いたように後さりした。いや、この状態でいないって言ったらホスタさんめちゃめちゃ怖がりますよね。何を言い出すんだよ、モーソルくんたら。ホスタさんは昔から新井さんのことを知っていたんですか？いや、昨日初めて会ったんだよ。同学年なのに僕は新井くんのことを見たことないものな。でもこの学校は人が多いから仕方ないかな。ホスタさんは不思議そうに首をかしげた。ありがとうございました。僕はそれだけ言うと、ホスタさんの教室を後にした。よかった、言わないで終わったね。みんなの話を聞いてみると、やはり新井さんはあの時、あの場所にいて、あの人形と話をしたんだ。けれど日野さんは新井さんを呼んでいない。日野さんが呼んだのは熱が出て来れなくなった清瀬さん。一体どういうことだ？新井さんって何者なんだろう？確かめるべきか、それともこのことは忘れるべきなのか。1. 確かめる。2. 忘れよう。まあ、確かめるべきじゃない？忘れるは、忘れた方がグッドエンドな気もするんですけどね。やっぱ確かめないとちょっとスッキリしないですよね。僕は背筋がゾッとするのを抑え、2年生の教室を一つずつ訪ねて回った。なんせ僕はあの話を聞いた後に、得体の知れない不気味なものを見てしまったのだ。新井さんの話が本当ならば、今年の生贄は僕かもしれない。いないはずの新井さんはなぜ呼ばれもしないのに新聞部にやってきてあんな話をしたのだろうか。僕は2年生の教室をすべて回った。そして一つの事実が分かった。2年生に新井昌司という名前の人物はいないということ。ならば彼は何者なのだ。もう一度探そう。さっき誰もいなかった教室があったかもしれない。僕はきっと見落としているのだ。何としても確かめねばならない。もうそれ、僕がもう一度2年生の教室を回ろうとした時、後ろで呼び止める声がした。あ、進藤さん。振り向くとそこに進藤さんが立っていた。お前、新井をぶん殴ってやろうと思って探しに来たんだろ。俺もそうなんだ。別にぶん殴ってやろうとは思っていなかったけれど、探しに来たのは進藤さんと一緒だ。どこかしら進藤さんの顔色が悪いような気がする。お、進藤さんは僕に近づいてくると、ため息交じりにつぶやいた。で、どうだ？新井は見つかったのか？進藤さんも？進藤さんも見つけることができなかったのか？僕は正直に首を横に振った。そうか、ちょっとこっち来い。進藤さんは僕を柱の陰に誘った。そして小声で話し始めた。どうも人に聞かれるとまずい話のようだった。うちの学校の2年に新井昌司なんてやつはいないみたいだぜ。進藤さんの言葉は僕のかすかな希望を完全に打ち砕いてくれた。昨日な、あれから気になって俺はいろいろと調べたのさ。するとどうだ、あいつの話した人形の話はどうやら本当みたいなんだ。毎年一人は必ず犠牲になって死ぬらしい。だから俺はあんなことを言った新井をぶん殴ってやろうと探したんだけど、いないじゃないか。そんな奴はうちの生徒にいなかったのさ。俺はあいつの最後の言葉が気になって仕方ないんだ。俺たちの誰かが今年の生贄になる。そんなことを言ったやつがこの世に存在しないやつだったなんて気味悪くねえか。おい、モンソル、
俺の話聞いてるのか。僕はそれどころじゃなかった。進藤さんの後ろに見える物体、それは間違いなく人形だった。え？茶色い顔をした等身大ほどの大きさの人形が教室の窓から僕のことをじっと見ていた。どこ見てんだよモースル。進藤さんは僕の視線が気になって振り返った。けれど進藤さんにそいつは見えないらしく、辺りをキョロキョロ探すばかりだった。どうしたんだよモースル。進藤さんに移られた時、もう人形はいなくなっていた。俺じゃん。何でもありません。進藤さんの話を聞いてちょっと気分が悪くなっただけです。進藤さんは僕の言葉を信じてくれたようだ。そうか、気をつけろよ。とにかくあいつの言った言葉なんか信じないことだ。学校にはこれだけの生徒がいるんだぜ。別に俺たちの誰かが生贄になるなんてことあるわけないさ。それは僕に言っているのじゃなく、進藤さんが自分に言い聞かせている言葉のように思えた。それだけ言うと、進藤さんは僕の肩を叩いて去っていった。それからだった。僕がよく人形を見るようになったのは。茶色い顔の大きな目をした等身大の人形。新井さんの話とはかなり違っていたけれど、見る人によっては容姿は異なると、見る人によって容姿は異なると言っていたから、きっと今僕の目の前にいる人形がそうなんだ。人形はさっきから僕の部屋の片隅でじっと佇んでいる。最初は学校でしか見かけなかった人形も、今は僕の家にまで来るようになった。そして僕の人形を見る回数も日増しに増えていった。きっとこのまま行けば、人形は片時も僕のそばから離れなくなり、僕を取り殺してしまうんだ。人形を見る回数が増えるたびに、僕自身が無気力になっていくのが分かった。人形に少しずつ生気を奪われていくような気がしてならない。無駄な抵抗だと分かっていても、人形と戦おうとした頃の自分が懐かしい。けれどそんなことをしても無駄だ。人形に触ることはできないのだ。僕が人形に触れようとすると、あいつは途端に消え、また別の場所に現れる。無表情のくせにまるで僕を嘲笑っているようだった。学校はとっくに終わり、夏休みに入っていた。僕はいつまで生きていられるのだろうか。あんな企画など引き受けなければよかったと日野先輩を恨んだのももう昔の話だ。今はもう誰も恨む気にならない。新井という存在が何者だったのかさえ、僕にとってはもう興味がなくなってきていた。このまま僕は死んでしまうのか。まだかろうじて残っている気力というものに少しは頼ってみるか。1、このまま死ぬのをおとなしく待とう。2、できる限り人形と心を交わしてみよう。3、誰かに相談してみよう。もう一度学校に行ってみよう。何をしても無駄な努力だ。そうですね。いや、1はバッドエンドじゃん、どう考えても。2、できる限り人形、心を交わす。まあ、相談したらなんとかなるかな。2、3、4な気がする。1、5はもう諦めてるからね。学校に行ってみて、学校に行ってみようか、4。僕はその時、ふと新井さんの話を思い出した。校長が生贄になる生徒を選んでいるという話を。本来ならば僕はこの学校に来るべき人間ではなかったのだ。それを校長が操作したために僕は合格してしまったのだ。ならば校長室に行けば何かわかるかもしれない。なんかそれも悲しい話ですね。実は不合格だったって。そんな考えが僕の頭をふっとよぎった。僕は重くだるい体を起こし、学校に行ってみることにした。ずっと家の中に閉じこもっていたせいか、真昼の日差しは僕には辛い。太陽までもが僕の邪魔をしているようだった。思わずくじけてしまいそうだった。それでも僕は最後の気力を振り絞り、学校へ重い足を引きずっていった。学校は驚くほど静かだった。運動部の連中が練習をしていてもいいはずなのに。今日は揃って休んでいるんだろうか。それに旧校舎の取り壊しはもう始まっているのだろうか。ならばけたたましい工事の音が聞こえてもいいはずなのに。でも今の僕にはそんなことは関係ない。僕が学校に来た理由はたった一つ、校長室に行くことなのだ。そういえば家を出てからずっと人形が僕のそばを離れない。僕を見張っているのか、だんだんと僕の感覚も狭まってきたような気がする。最後の時が近づいてきたということか。校長室の前まで来た。誰とも出会わなかったのが不思議なほどだ。でもいい、
もし誰かに出会って今の僕の顔を見ればきっと幽霊と見間違えただろうから。校長室のノブに手をかける。なぜか鍵はかかっていなかった。それはまるで罠のように思えた。どうする？入るか。1、入る。2、入らない。いや、入りますよね。1。僕にはもう残された時間がないのだ。ここで悩んでいる余裕はない。僕はノブを回し、重い木の扉を開いた。中はさすがに校長室らしく豪勢な作りだった。どこを調べてみるか。校長先生はいないんだね。1、棚。2、机。3、机の上。4、傘立て。5、洋服ダンス。いや、まあ、1、2、3でしょうね。机、2。僕は机の引き出しを調べることにした。下から順番に開けていこう。片袖の机で3段引き出しがついている。一番下は、どうでもいいような書類が入っている。さて、2番目だ。名刺入れがたくさんある。なんだか知らないお偉いさんの名刺に混じって、どこかのクラブやスナックの女の子の名刺が何枚か出てきた。なんか今だったらスキャンダルになっちゃいそうですね。校長先生もこういうところに行くんだな。先生も人間だし、たまにはこういうところに行って息抜きをするのかもしれないな。いかん、納得してる場合じゃないぞ。さあ、一番上の引き出しだ。あれ？ダメだ。鍵がかかっている。頑丈な作りでとても壊せそうにない。とりあえずここでまごまごしているわけにはいかない。他を探した方がいいな。で、あ、そういうことか。鍵がこのどっちかにあるんだ、きっと。洋服ダンス見てみましょう。5。僕は洋服ダンスの取っ手を引いてみた。さすがにここには鍵がかかっているようだ。え？洋服ダンスに。無理やり開けようにも開ける道具がない。ここは後回しにした方がいいかな。じゃあ傘立て。4。傘立てに鍵はかかってないでしょ、さすがに。僕は傘立てを見てみる。スチール製の傘立てだ。そこには持ち手が犬の顔の形をしている傘が置いてある。高そうだな。置き傘だろうか。僕はそっと傘を開いてみた。バンと大きな音を立て傘は開いた。僕はビクッとしてすぐに傘を閉じる。よくバネの効いたジャンプ傘だったようだ。ここには何もないようだ。なんだ、傘の中に入ってるかなって思ったんですけどね。じゃあ、あと棚か。1。僕はまず棚を調べてみた。ガラスの枠がはめてある棚には、いろんな賞状やトロフィーが所狭しと並んでいた。これが生贄と引き換えにしてきた栄光か。僕はなんだか胸が締め付けられる思いがした。その栄光の証は、人の命と引き換えにしてきた割には、ものすごくちっぽけなものに感じられたからだ。その棚はしっかり鍵が4箇所もかかっており、どうすることもできない。開けるとしたら、このガラスを割らないと無理そうだ。他を探した方がいいかもしれないな。え？まだ机の上しかないよね、3。僕は机の上を調べた。きちんと整頓された机。机の上に置かれているのは高価そうな筆入れと1枚のポートレートだった。僕は何気なくそのポートレートを手に取ってみた。幸せそうな2人が写っている。多分親子なのだろう。そういえば僕は校長先生を見たことがなかった。めったに人前に姿を現さないので有名で、入学式の時さえ挨拶をしなかったことを覚えている。じゃあ逆に何をしてるんですかね。この人の良さそうな顔をした少年の男性が校長先生なのだろうか。僕はその息子と思える少年に目を留め、ぎょっとした。新井庄司。え、その写真の中で微笑んでいる少年の顔は紛れもなく新井庄司だった。そして僕は思い出した。校長先生の名字が新井であったことを。どうして今まで気がつかなかったのだろうか。僕のポートレートを持つ手が震え、思わず落としてしまった。ああ。ガラスが割れ、中から一つの鍵が出てきた。どこの鍵だろう。僕はその鍵を取った。そして落ちた写真をもう一度よく見直した。新井は実在した人間だったんだ。そしてあろうことか、校長先生の息子だったんだ。ではなぜ、なぜ新井はこの学校の生徒を偽り、僕たちにあんな話をしたんだろうか。彼は何者なんだろうか。このまま考えていても仕方ない。僕は他を探すことにした。まあ、鍵を手に入れたんで机見てみましょうか。僕は机の引き出しを調べることにした。ダメだ。鍵がかかっている。はい。僕はポートレートから出てきた鍵を引き出しの鍵穴に差し込んだ。ぴったり合う。引き出しの中には難しそうな書類の奥に、隠すようにして一冊の古い日記帳が入っていた。読んでみるか。読んでみよう。1。
1900XX 年8月9日、今日庄司が死んだ。まだ17歳だった。庄司は何も悪くない。脳、なんだろう、これなんたら血だった。脳アフレッチだった。なぜ死神は庄司を選んだのか。神を呪う。8月24日、庄司のことが忘れられない。目を閉じれば自然と庄司の笑顔が浮かび、笑い声が耳に入ってくる。庄司が忘れられない。庄司が生き返るならば、私はどんなことでもしよう。10月7日、日が経つたびに庄司の思い出は私の中で広がっていく。ついに私は猿高名な人形師に庄司の人形を作ってもらうことにした。この人形が庄司の代わりになってくれれば、少しは私の気持ちも晴れるだろう。11月14日、人形が出てきたが、できてきたが、庄司には似ても似つかない。作り直してもらうことにした。11月30日、新しい人形が出てきたが、今度も気に入らない。これは庄司ではない、ただの人形だ。私は庄司の代わりとなる人形が欲しいのだ。12月18日、何人もの人形師に頼み、あらゆる人形を作ってもらったが、どれも気に入らない。私が望むのは完璧な人形なのだ。2月3日、出来損ないの人形ばかり増えていく。どれもこれも庄司ではない。私の庄司、私の生きがいは庄司なのだ。庄司が生き返れば、私は何もいらない。私の命も捧げよう。2月5日、私は悪魔に魂を売ることにした。悪魔との契約に成功したのだ。だいぶやばい校長先生だな。これから毎年、一人ずつ子供の魂を捧げれば、13年後、人形に庄司の魂が宿り、蘇ることができる。私はそれで満足だ。これから毎年一人ずつ生贄を。そこまで日記を読み進めたとき、僕はページの間から小さな鍵を見つけた。何の鍵だろう。しかしこんなところに挟んでいるとはとても大事な鍵に違いない。僕はその鍵をそっとポケットに忍び込ませた。そのとき。お、おーこ、なんか校長先生だよね。すごい怖いな、なんか、なんだろう。顔の作りがすごい怖いな、個人的に。閉めたはずの扉がゆっくりと開いていった。ようこそ。扉の向こうにはあのポートレートの男が立っていた。割れちゃってるしね、あれね。校長先生だ。手にはゴルフクラブが握られていた。え？校長先生。僕は思わずつぶやいた。お前が最後の生贄だな。もしかしたらそろそろ来るかもしれないと思っていたよ。生贄になった連中の何人かは、死ぬ間際にこの校長室に忍び込む。だから私は待つことにしたんだ。そしてお前も同じだった。ひひ。ひひって言った。校長は自分の息子を生き返らせるために、毎年悪魔に生贄を差し出していたのか。僕は傍らに佇む人形をちらっと見た。新井は生贄は今年で最後だと言っていた。では僕が死ねば、この人形が新井庄司として生き返るのか。冗談じゃない。僕は僕だ。死んでたまるか。なーに、何も怖くない。怖いことは何もないんだ。お前が死んでもすぐに生まれ変われるのだから。庄司のために死んでおくれ。それショッカー感あるね、ポーズが。校長は手にしたゴルフクラブをめったやたらに振り回しながら僕に向かって突進してきた。どうする？どこに逃げればいい？傘立て、棚、机の下、洋服ダンス、校長室の外。まあ普通に考えたら5なんだけど、さっき手に入れた小さな鍵多分洋服ダンスなんですよね。行ってみようか。4。僕はとっさに洋服ダンスに向かって飛んだ。その途端、校長の動きが止まったではないか。離れろ。そのタンスから離れるんだ。それきり校長は僕との間合いを取り、襲っては来なかった。このタンスの中には何かよほど大事なものが入っているらしい。僕は取っ手に手をかけた。鍵がかかって開かない。どうする？1、タンスを叩く。2、タンスを倒す。タンスに耳を押し付ける。4、他の場所に逃げる。いや、でもこれで合ってるはずだ。いや、どれだろう。鍵は使えないのかな。耳を押し付けてみようか。3。耳を澄ますと、何やらタンスの中から音が聞こえてくる。僕は思わずタンスに耳を押し付けた。中から何かが這いずり回るような音が聞こえてくる。間違いなくこの中に何かがいる。僕はポケットの中に手を突っ込んだ。よし。あの日記帳に挟まっていた鍵だ。あれがこのタンスの鍵に違いない。僕が鍵穴にそれを差し込むと、校長は叫び声を上げながら僕に襲いかかってきた。
僕は鍵を回し、タンスの扉を開け放った。そして、鈍い音が響き、工場のゴルフクラブはタンスの中のものに命中した。あ、庄司。校長はタンスの中に目を釘付けにしたまま、わなわなと震えている。校長の手からクラブが力なく落ちた。クラブの中にはぺっとりと赤い血がついていた。タンスの中から鼻が曲がりそうな異臭が漂ってくる。僕はそっとタンスの中を覗き込んだ。ゲー。僕はそのあまりの匂いと光景に、胃の中のものを吐き散らした。タンスの中にはいつも僕のそばにいた人形のような物体がいた。そしてその物体の頭はクラブで叩き割られていた。タンスの中にいた物体は、茶色い肌を黄緑色の粘膜で包み込み、カクカクと力なく小刻みに震えていた。こいつは生きているのだ。茶色い肌と黄緑色の粘膜の間には、赤や青の幾本もの血管のようなものが張り巡らされており、かち割られた頭からはどす黒い液体を弱々しく吐き出していた。ふとあたりを見回すと、さっきまで僕のそばにいた人形がいなくなっていた。そうか、こいつが本体だったのか。僕のそばにいつもいた人形は、こいつの幻影に違いない。そしてこいつはこの洋服ダンスの中で、毎年一人ずつ生贄の魂を吸い取りながら成長し続けていたのだ。なんということか。殺してやる。その時校長が僕につかみかかってきた。お前だ。お前が庄司を殺したんだ。やめて、殺される。その時、不気味な声が響いた。我が契約は終了せり。どうした急に。声が聞こえると同時に、校長は叫び声を上げた。ギャー。何が起こったのか校長の胸が裂け、そこから赤い血が噴水のように吹き出した。そしてその血は、あろうことか空中の一点に吸い込まれていくではないか。私じゃない。生贄はこっち。校長は力なく僕の方を指さしたが、もはやどうなるものでもなかった。まるで早回しの笑顔を見ているように、校長の顔は血の気がうせ、全身がミイラのように痩せ細っていった。そしてあっという間に骨と皮だけになり、崩れ落ちた。床に落ち、砕け散ると、もう死体も残らずにただの砂山に変わり果てた。え？契約は終わった？悪魔との契約のことか。息苦しい。僕の心臓は口から飛び出しそうなほど激しく脈打っていた。終わった。僕は助かったのだ。人形の生贄にならずに済んだのだ。いや、その時、僕は突然後ろから首を絞められた。なんだ一体。無理やり首をねじ曲げ、肩腰に後ろを見ると、頭の割れた人形が僕の首を絞めていた。人形の顔は荒井庄司に似てなくもなかった。なんということだ。契約が終わったということは、こいつが生き返るということか。なるほど。そいつは歯の不揃いの口からボコボコと血の泡を吹き、焦点の合わない目でケタケタと笑った。めっちゃ怖い。あそぼ。人形とは思えない力だ。とても振りほどけそうにない。どうする？僕はこのまま死んでしまうのか。せっかく体の中に生きる力が溢れてきたというのに。1、人形の割れた頭の中に手を突っ込む。2、人形の首を引き抜く。日記帳を破る。4、校長の慣れの果ての姿、砂を人形にぶつける。うわぁ、これどれだろう。1が一番有効な気がするけど、めちゃめちゃ怖いよね。人形の首引き抜けるかな？引き抜けないんじゃないかな？引き抜いても、手は普通に動きそう。日記帳を破る、もう、いや、1か3だな。1にしてみましょうか。もう直接、ああ、でも結局頭が取れてもダメなんだから、3にしよう、3。あ？うわ、迷う。3。日記帳を破る。僕は日記帳に手を伸ばすと、そのページをめちゃくちゃに破いた。この日記帳が黒い木に包まれているような気がしてならなかったのだ。もはや自分の勘に頼るしかない。あ、お？どうやら僕の勘は当たったようだ。よかった。これ別にしてたらどうなってたんですかね。人形は悲痛の叫び声を上げると、そのまま動かなくなった。人形の表面を覆っていた黄緑色の粘膜が溶け、僕の肩を流れ落ちていく。残飯が腐ったようなものすごい匂いだが、今の僕にはそれだけ気にかける、それを気にかける気力もない。タンスの中から人形を引きずり下ろすと、それはただの人形に戻っていた。
うわ、僕は慌てて飛び上がった。人形の割れた頭の中から手のひらほどもある大きな雲がわさわさと出てきたのだ。その雲たちはどれもが人間の顔をしていた。一匹二匹、十一匹十二匹。人間の顔をした雲は全部で十二匹いた。これは今まで生贄になった生徒たちの魂なんだろうか。ああ、なるほど。雲は頭の中から這い出てくると空気に溶けるように消滅していった。僕はふと破いた日記に目を落とした。タンスに下半身を収めた壊れた人形を警察はどう解釈するのだろうか。どうせ僕の話なんか誰も信用してくれまい。この話を校内新聞の特集の斜めとして組み込みたいが、あの企画はあれきり止まってしまったんだっけ。校長室を出てもとても静かだった。僕は誰もいない廊下を重い足を引きずりながら歩き家へ向かった。そして一月ほどが過ぎた。僕は完全に体調を整え、明日から始まる2学期に挑む。今僕は思う。なぜ荒井翔司は僕たちの集まりに参加したのかを。彼は僕たちに何かを伝えたかったのじゃないか。本当は彼は生き返ることを望んでいなかったのじゃないか。そんな勝手な虫のいい考えが僕の頭をよぎることがある。何にせよ全て終わったのだ。結局あれが学校に救う魔物の正体だったのかどうかは疑問だが、とにかく人形の犠牲となる人たちはいなくなったのだ。それがせめてもの救いさ。僕は今も人形の夢を見る。すごい面白かった。何この話。え、待って、 S の時もこんな話でしたっけ。ちょっと分岐かもしんないですけど、すごい面白かったですね。はい。というわけで、ちょっとだいぶ長くなっちゃったけど、これはこのまま出します。はい。なんか分けちゃうと、ねえ、どこで分けんのっていうところがなってくるかもしれないんで、はい。というわけで、また次回ね、次の話でお会いしましょう。プライムは喋ってました。バイバイ。